死活は、異語用語の一つ。異語において、最も重要な概念で、相手に絶対に取られることのない石と、取られても新しく取られない石を置ける石を生きた石、それ以外の相手に取られる石を死んだと表現するため、これを合わせて、死活と呼ぶ。詰碁などの死活を扱った問題のことを、死活問題と言い,い、現代日本語で、 我が社にとっての死活問題などというのは、以後の死活に由来する。右の図の赤い四角の点のように石の塊によって、囲まれているスペースのことをその石の塊の目と呼ぶ。この目を二つ以上持つ、石の一段は、相手の着手禁止点を少なくとも二箇所以上持つため、周囲の空点のすべてに適石が置かれても取られることはない。このような、 絶対に取られることのない石のことを生きた石、月石などと呼ぶ。他方、目を持たない、または一つしか持たない石の一段はダメを詰められれば、最終的には相手に取られることとなる。そのため、目を二つ以上持つことができない石のことを信頼し、または死に石などと呼ぶ。ただし、目が二つ以上なくとも、 自分の肩から打った場合には相手に取られるが、相手から打たれればこちらが、相手の石を取れる石の場合には、自分が打たない限り相手に取られることがないので、生きたい石とみなされる。目は、その広さに関係なく個数が重要となる概念であり、その個数を数えるときは一眼、二眼と目を、眼と読む。終局状態では、必ず死活の判定をしなければならないが、それは、 必ずしも簡単ではない。というのも、以後の場合、上述の例のように明らかに死活がわかるような形で、ない複雑な形の場合も、それ以上手を加えずに終局することがあるからである。しかし、ある程度以上の実力になると、生死の判定に関する意見は、ほとんどの場合一致する。上手では、一見二つの目を確保して生きているように見えるが、 A の点の空間は将来 B にダメが詰まると当たりになって継がねばならず、目にはなっていない。こうした目を掛け眼と呼ぶ。白の一段は一眼しかなく、死となる。上手では、黒が一の点に打つと、仮に白が黒一を取ってもこの部分が掛け眼になるので、死にとなる。逆に白から先に一の点に継げば、確実な二眼を確保して、息となる。 上のような形の場合、真ん中の点に打つと、白は目を一つしか作れなくなって死にとなる。逆に白からこの点に打てば、仕切りを作って二つの目を作り、生きることができるようになる。こうした手を中手と呼ぶ。詳細は項目、中手を参照。上記のように二眼を確保すれば生きというのが基本だが、実際には様々なケースが存在する。詳しくは、 当該項目を参照。A の点はいずれも掛け目だが、白はぐるりと一周繋がっているため黒から全体を取りに行く手がなく白い木となる。こうしたケースを掛け目行きと呼ぶ。詳しくは掛け目行きのページを参照。ありがとうございます。